ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は富士通の方からタブレット PC が発表されましたのでご紹介したいと思います。製品名としましては FMV Look という製品名となっていて、この確か Look というのはかなり昔富士通が販売していたシリーズにも使われていたモデル名かと思います。今回はそのモデルとして2 in 1 PC として使うことのできるこのタブレット PC が発売されます。特徴としましては最新の第12世代の CPU を搭載しており、さらにディスプレイは有機 EL ディスプレイということで、ハイスペックなタブレット PC といいますとマイクロソフトの Surface シリーズが有名ですが、 Surface はずっと有機 EL ではなく液晶を搭載してきました。ですので、動画などを視聴される方にとっても、こちらのモデルは有機 EL を搭載したということもあり、より映像の視聴用としても使いやすいタブレットとなっています。本体のパーツ構成としてはこんな感じで、当然タブレットですので、ファンレスで駆動することになります。マイクロソフトのサービスシリーズにつきましては、一部モデル、ファン内蔵モデルもありましたが、このモデルはかなり薄型のタブレットとなっていますので、ファンを搭載するスペースもなく、ファンレスでの動作となっています。そして、なんといってもこちらのモデル、最大の特徴としては、富士通の製品らしく軽いというところになります。この製品はディスプレイサイズも 13.3 インチと大型のディスプレイを搭載しているんですが、それでも重さは 599g と、10インチ以下のタブレットと比べても同等あるいはそれ以下の重さとなっています。また、13.3 インチディスプレイがありますので、イラストを描いたり、作業をしたりするにも最適な大きさとなっています。ここ最近発売された大型のタブレットと言いますと、OS は Windows ではなく Android となりますが、サムスンの Galaxy Tab S8 Ultra というモデルもあり、それもサイズ的にはこちらのモデルと近いサイズではありましたが、やはり様々なソフトを使う上で Windows の方が使いやすい場面も多々ありますので、Windows のタブレットとして大画面で使いやすいモデルと言いますと、このモデル選択肢としてはありかと思います。また、アクセサリーとしましては、ペンが使えるほか、このキーボードカバーも用意されていますので、ノートパソコンのようなスタイルで使うことも可能です。あと、少し特徴的なところとしてはこんな感じ。この右側に置いているのが、今回発表された FMV Look となりますが、これ自体をモニター代わりに使うことができるようになっています。これによって普段は何かハイスペックな PC のサブモニターとして使う、そして外出中はこちら側だけを持って出かけるという使い方も可能となっています。この辺はタブレット PC でもこういった機能を搭載しているモデル少なかったので便利な機能と言えます。そしてディスプレイは有機 EL で、なおかつ合計4つのスピーカーを内蔵していますので、映画視聴用のタブレットとして使うにも十分なモデルになっています。割とネット配信の動画関係、視聴する場合 CPU に負荷がかかってしまうというところもあるんですが、このモデルは後ほどご紹介しますが、最新の第12世代のハイスペックな CPU を搭載しているため、動画視聴中にもたつくという場面はほぼないと言えます。では、今回発表されましたこちらのモデル、詳細なスペック、それから価格はどうなっているのか、そちらもご紹介したいと思います。スペックにつきましてはこんな感じ。販売されるところ、家電量販店か、ネットで購入するのか、そういったところによって若干スペックは変わってきます。まず CPU につきましては、一番スペックが高いのが、Core i7-1250U を搭載したモデルになります。また、その下のモデルでも Core i5-1230U を搭載しているということですので、基本的にはどちらの CPU を搭載しているといっても、このクラスのモデルの中ではハイスペックなモデルというところには変わりありません。あと、メモリ周りにつきましては、こちらは
主に2パターンあります。パターンは 8GB か 16GB か、この2つから選択することになります。基本的にはこのメモリは基板直付けとなりますので、自分でカバーを開けて交換するということはできませんので、基本的にはこの 16GB のメモリ上位モデルを選んでおくと間違いはないかと思います。あとはディスプレイにつきましては 13.3 インチの有機EL で、解像度は 1920×1080 ドットとなっています。一般的な16対9のアスペクト比となっていて、割と最近ではモバイル PC 16対10だったり、あるいはもっと縦が長いディスプレイというのも採用されることタブレットによくあるんですが、このモデルは昔ながらの16対9のディスプレイとなっています。そしてストレージの方は、こちらは最小構成は 128GB、 最大ですと 1TB ということで、割とこういった大手メーカーの製品、今でも MAX が 512GB ということもあるんですが、このモデルはちゃんと 1TB まで搭載できますので、基本的には Windows 1TB あれば余裕ありますので、このぐらいのモデルを購入しておくといいかと思います。一方で 128GB、 256GB、 この下のモデルにつきましては、相当たくさんインストールしてしまったりしますと少し容量に余裕がなくなりますので、基本的には 512GB か 1TB、 このいずれかを選択することになるかと思います。ウェブカメラにつきましては、タブレットということもありますので、前面側、それから背面側、両方カメラを搭載しています。前面側のインカメラにつきましては207万画素。一方の背面側のアウトカメラは1258万画素ということで、スマホ相当の画素数がありますので、何か資料を撮影するというのはもちろんのこと、カメラ側に使うことも可能です。またキーボードも用意されていて、当然富士通のキーボードですので、打ちやすい日本配列のキーボードが採用されています。ペンにつきましては、こちら FMV ルックペンというのが用意されており、アクティブ静電方式となっています。ですので本体にバッテリーを内蔵するタイプになります。Wi-Fi につきましては 802.11AX まで対応となります。Bluetooth はバージョン 5.1 に対応。インターフェースとしましては USB Type-C、 こちらは Thunderbolt 4対応のハイスペックな Type-C 端子になりますので、映像出力に対応しているのはもちろんのこと、パワーデリバリー、要は充電もこの Type-C 端子を使って行うことができます。あとはその他にも 3.2 の規格にはなりますが、もう一つ Type-C 端子も搭載となっています。そして実際に使う上で重要になってきますバッテリー駆動時間、こちらはどのモデルも約12時間の駆動が可能ということで、大体こういったバッテリー駆動時間かなり長めに書かれていることが多いんですが、基本的にはどんな使い方をしても半分は持つかというふうな見方がいいかと思いますので、実際は6時間程度は余裕で持つと考えておくといいかと思います。ですので丸1日使うにはこの12時間というスペック表上の記載だけを見るならば少し心もとないところはありますが、本体がとにかく軽量で 600g を切る重さというところもありますので、モバイルバッテリーあるいは充電器を一緒に携帯する、そうしても特に問題はないかと思います。そして重さにつきましては本体だけでは 600g を切っていますが、キーボードなどをつけた場合は 700g ということになりますので、ただ一般的なタブレット PC キーボードまでつけてしまうと 1kg を超えてしまうというものも多いんですが、このモデルは 13.3 インチと大画面のディスプレイを搭載していますが、本体キーボード込みの重さも740g ということで、セットで持ち運んでも持ちやすいモデルとなっています。 OS はこれから発売されるモデルですので、当然 Windows 11を搭載となっていますということで、スペック的にはこういったタブレット PC の中ではまだラインナップも少ない最新の第12世代の CPU を搭載しており、メモリも MAX で 16GB、
ストレージも MAX1TB を選択できるモデルということで、かなりスペック的には十分満足できる製品かと思います。あと、そして肝心の価格の方ですが、価格につきましては、現在発売キャンペーンも開催されていますが、一例として、一番安いモデル、メモリ 8GB、ストレージ 128GB のモデルですと14万円となります。パソコンで14万円と言いますとかなり安い方ですので、今、キャンペーン期間中で7月13日までに購入した場合、この14万円で購入できますので、こちらをお買い得と言います。一方で、やはり最小構成で購入するのは少し不安という方もいます。CPU も Core i7 にしたいし、という方、そういう方の場合はこちら、204,864円で購入することは可能です。ですので、スペックを重視する方の場合は、あまり細かいところをケチらずに、最小限、あるいは余裕を持ってみて、このぐらい必要だろうというメモリ容量、ストレージ容量で購入すると、後々後悔はないかと思います。価格としましては、マイクロソフトの Surface シリーズで言うと、30万円近い価格になってしまうところ、このモデルですと10万円台半ばから20万円台、その辺で購入することができますので、コスパとしましては、マイクロソフトのサービスシリーズを購入するよりも買いやすいかと思います。一方で、全く欠点がないというわけではなく、例えばディスプレイのアスペクト比が16対9になっていて、縦持ちした場合はかなり縦長のディスプレイになっていて、もう少しウェブブラウジングなどをする場合は、この画像でいうとこのこちら、下側にもう少し伸びている解像度、16対10だったり、あるいは3対2など、もっと正方形に近い比率の方が使いやすい場面は多いんですが、コストを削減するためか、一般的なアスペクト比のディスプレイが採用されてしまったというところは、一つ欠点と言えるかもしれません。あと、それから、マイクロソフトのサービスシリーズにつきましては、上位機種の場合、ファンを内蔵したモデルもありました。一方で、こちらのモデルは、ファンを内蔵したモデルというのは、そもそもラインナップにありませんので、例えば、外出中に動画編集のような重たい作業をしたいという場合は、発熱が原因で CPU の処理性能が強制的に落とされてしまう可能性がありますので、ある程度ハイスペックなモデルがいいという方の場合は、このモデルでも十分ですが、もっと常に重たい作業、負荷のかかる作業をするという方の場合は、このファンレスの仕様では物足りないところもありますので、おそらく今年登場するであろう、マイクロソフトの最新のサーフェスシリーズを購入する、あるいは、もうそもそもタブレットではなく、普通のノート PC を購入する、そういう別の選択肢も考えた方がいいかもしれません。あくまでファンレスでもいいという方、そういう方向けの製品と考えておくと、コストも高くお買い得なモデルとなっているかと思います。ということで、今回は、珍しく富士通の方から、まあまあ使えそうなタブレット PC が発表されましたので、そちらをご紹介しました。なんといっても最新の第12世代の CPU を搭載していたり、本体はとても軽く、普通に iPad などを携帯するような感覚で外出に持ち出すことができる、なおかつ Windows ですので、様々なソフトも問題なく使うことができますので、Android だと色々と我慢しなければいけなかったところ、あるいは iPad だと我慢しなければいけなかったところがあるという方の場合は、こういった Windows を搭載したタブレット、こちらを購入するとソフトのメインでも何の不満なく使うことができますので、快適に使えるのではないかと思います。なお、さすがにどのモデルも10万円を超えており、そこまではお金出せないという方のために、Amazon などではもっと価格の安いタブレットも多数販売されていますので、そちら、概要欄のリンク先の方にもっと安いタブレットの販売ページのリンクが出てきます。そちらも気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。